バイアースドルフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのエアランゲンヘイシュタット軍に属す、軍所属し、レグニッツ川の洪水防止用堤防の大部分は、バイアースドルフにある。エアランゲンの北 8km、ホルヒハイムの南 8km で、ニュルンベルクとバンベルクの中間でもある。本市は、公式には5つの地区からなる。このうち小集落や、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。また、新しい住宅地、イン、デアフートが設けられた。バイアースドルフは、1062年に、初めて文献で研究されている。バイアースドルフは、ヨーロッパのホースラディッシュ生産の大きな部分を占めており、二つの有名なホースラディッシュ製品の加工販売業者がある。偏強白与半電金白が、バイアースドルフに、 初めてホースラディッシュを植えさせ、ミッテルフランケン及びオーバーフランケンで栽培されるようになった。ハーゲナウ集落は1978年まで隣接するポックスドルーフに属していた。ハーゲナウには1939年に空軍施設が置かれ、ついでフランス人捕虜の収容所が建設された。1945年以降はズデーテン地方からの難民が住み着いた。 1946年に、ハヤゲナウ入植地が建設された。2006年9月1日から3日まで、ハヤゲナウ創設60年祭が祝われた。市議会は、市長を含む21議席からなる。図柄、ら、左右に分割。向かって、左は、銀と黒の一末模様に4分割。向かって、右は、緑の大地に、緑の服を着た、護衛兵が立つ。 彼は黒いベルト、黒い帽子、黒いブーツを身につけている。右手に持った金の角笛を吹き、左手には金の槍を持っている。現在、ポーランドのブレンナとの友好都市締結に向けて調整中である。7月のヨハネの週末に行われるバイアースドルーフの教会祭は見物である。8月の第2週末に行われるベラーシュテットの教会祭も長い伝統を持つ祭りで、 この集落の大きな誇りとなっている。舎肉祭の日曜日にはファーザレク検が行われる。これは古い冬払いの風習で舎肉祭によって廃れてしまった行事である。ありがとうございます。